ミスター・アイリッシュ・バスタードは、ドイツ・ミュンスター出身のアイリッシュ・パンクのバンド。バンドは、ボーカル担当のザ・アイリッシュ・バスタード、バンジョー担当のグラン・イースミス及び、ティン・ホイッスル担当のレディ・レディと2006年半ばに結成された。この3人は、ミスター・アイリッシュ・バスタード以前にも他のアイリッシュ・パンクのバンドでも活動していた。ザ・アイリッシュ・バスタード結成以前に、 ザアイリッシュバスタードと共に、長年一緒に、他のバンドで活動していたベース担当のバフ、ストロングイナフが4人目のメンバーとして加入した。初期のその他メンバーは、ロン・カリーとミッチ・マッケスであったが、ライブが成功するに従いライブ回数が増加したため、結成初期に交代している。その後ドラマーの相棒内ボが、バンドの正式メンバーに加わった。この5人のメンバーの他に、ツアージには、 トラベリングバスターズの1位クエチー及びピート、モーレスターも参加する。元メンバーもたまに出演することもある。着実にファンを増やし続け、ファンによりアンオフィシャルではあるが、最初のファンクラブ、ミスター・アイリッシュ・バスタートストリートチームが成立された。近年ライブ時には約6000人ほどのオーディエンスの前で演奏することもある。ミスター・アイリッシュ・バスタードの音楽の元となるのはザ。 ポーグスの影響が多く、それにパンク要素も加わる。このスタイルをもとに他のジャンル、例えばスカなどの影響を受けた音楽も取り入れている。この音楽の境界を超えた彼ら独自のジャンルは革新のカバーソング、例えばリッキー・マーティンのリビン、ラビーだろうかヤザ・キュアのホワイ・キャント・アイ・ビー・ユーにも挙げられる。しかしアイルランドの音楽の影響は一番強く。 アイルランドの音楽の典型的な曲、ゴールウェイベイやダーティーオールドタウンなどもカバーしている。個々のメンバーに影響しているアーティストには、セパルトゥラやポーティスヘッドがおり、ブロイラーズやソーシャルディストーションやヘルゲシュナイダーなどと共演することがある。自主販売の初 EP、ストリートメリーズスクールオブドリンキングは3000枚以上を売り上げ、2008年には最初のアルバム、 ザバスタード・ブラザー・フットを発売した。どちらも自分たちのレーベルのレードレコーズで発売した。ザバスタード・ブラザー・フットは第1版が意外と早く売り切れになったため、第2版が現在販売されている。最初の EP およびアルバムは CD だけではなく、マッドドランケン・モンキーレコーズでレコードも発売された。ヨーロッパで活躍するだけではなく、 東アジアにおいても活躍し、日本では2008年11月にアルバム University of Hard Knocks が発売され、中国では2009年3月にアルバム Fortune and Glory を発売した。最新のアルバム Afist ト・フ Love d a t はドイツで2010年3月26日に発売された。その他センプラーの オールモストストリートパトリックスデーとオールモストストリートパトリックスデーボリューム2とライジングサンズ及びボストン出身の映画監督のマイク ODEA ーーのインディペンダント映画の当日のサウンドトラックにも参加している。ツアー時撮影されたライブビデオラストパイントは音楽雑誌において DVD で発売された。正式にバンド活動を開始し2ヶ月後には イギリス出身のザ・レベラースにヨーロッパツアーのサポートアクトに誘われた。その後、ヘッドライナーツアーがあり、2007年の秋から2008年の春までフィドラースグリーンと一緒にツアーをした。2008年に、いくつかのヘッドライナーライブを行った後、初のテレビ番組出演が2009年1月にあり、このライブ映像は DVD で出版された。2009年、 ドイツ国内で演奏しただけではなく5月には中国ツアーも行った。ドイツ、中国以外でのライブしたことのある国はイタリア、オーストリア、スイス、オランダ、イギリスである。2010年3月には日本へ初来日しツアーを行った。ミスター・アイリッシュ・バスタードはドイツのオンライン雑誌セルティック・ロックでによって読者に数回表彰された。 2007年には、今年のバンド部門で1位に選ばれ、2008年には2位に、2009年には3位に、選ばれた。また、2008年には、今年のアルバム部門で、ザ・バスタード・ブラザー・フットが2位に選ばれ、その中の曲、レッドゴーは2009年、今年の曲部門で3位に選ばれた。そして、2009年に、バンドとしては、今年のベストライブアーティスト部門で3位に選ばれた。 ありがとうございます。